あれだと思ったんだ。もぐもぐ。ヘルメットを今脱いだ。昨日の夜中の2時ぐらいまでやってたもん。2時ぐらいまで作業してたもん。安田がなんか来週山行く。うん、あ、俺と、うん、うん、そうそう、行こ、遊び行こうって話してて、おいでよ。もぐ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 。あ、一回来てんだ。あの、展示の時以外で。うん。いや、展示じゃなくて、設営の時以外で。うん、一回降りた。
ちゃ躍動感すごいよね。このもうエビゾっとるやん、逆あるとねえ。だあとこのなんていうの、生と動、あじゃあ動と生、このなんかもう生がここにね、もうちょっと静けさが、このこれ何なの、この雪に見えるやつは。あ、ガラスなんだ。だからキラキラしてるんだ。すごい質感もいいし。わかるよ、俺を誰だと思ったの。すごい。もうよく作ってあるよね、この花。なんでできとるんかもうこれわかんないもんね、素材が。何で、紙？うん？あ、これ銅？銅に最終的には作ってるけど。あ、これ銅なんだ。この段差はどうやってんすか？花びらの段差。この段差でここ。あ、1枚ずつのこの。うん、じゃなくてこの表面。表面、うん。表面は漆を塗る。あ、漆が重ねて立体感が出てるんだ。これはこの真ん中のこの花弁っていうか、花粉のなんだ、めしべ。めしべと一緒、素材は。ああ、そうなんだ、この。針金いっぱいまとめて。なるほど。で、ここで一本にして、うんうんうん、溶接。ああ、ロウ付け？うん、もう本当に安い100ボルト。どうまたこの。いや、これ自体は鉄だから。あ、メインフレームがあるってことね。そう。それにあと肉付けしてあるってことだ。うん、で、この、いちいちこのおしゃれな、ちょっと。かわいい。結構かわいいの作るよね。なんか作品が割と話題の。これこんなでかいんだ。DM だとでかく見えたんだ。うん。DM で見るとさ、こんなにでかかったんだ。いや、すげえわ。これ目とかなんなん、これ目はガラスに着色してるんだ。あ、中からか。中からや。はあ、作ってもらったの、ガラスを。いい、あ、すごい大きさ指定して、うん、はあ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 、それを中から着色して、はあ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 、最終的に裏から着色して。なるほどね。これとか殻とかめっちゃ大変じゃないですか、これ。内と外で。こんな FRP 抜けないじゃないですか、型で。だから、中はもう、外を普通に抜くじゃん。はい。中は仕上げてあるだけ。あ、なるほどね。うん、そういうことか。うん、すっげえ。これ、ピタッと合うんですか、ある程度形が。押すと。だいたい合うよ。いや、すげえな。だって、でも。だって1個のあれかな。でも、あの、違う、これ重いんすね、結構。あ、座るように作ったんですね。でも、こうやって割れないっすよね。もっとくちばしで割って、あれですよね。それはいいよ。これは、あの、食べるときに割れる割れ方ですね。いやー、いいわ。あ、ここにも飾ってあるじゃないですか。これ一緒にやってる人ですか、今回。そうそうそう。あの、なんだ、ペインティングしてあったじゃん、こいつに。うん、あれはこの人の。そう。あの、なんか友達って出た、昔からの。デザイナー。でも全然うまいじゃん、もうほぼピンストだったじゃないですか。ね。うん。なんかうちのやつより立体感がある気がするんだけど。あ、こっちにはツヤがあるからかな。うん、すごい凹凸の、あの毛並みの感じがすごい出てる。うん、うちのやつより、うちの方がのっぺりし見えるもんな。あれ、そういうこと。じゃあ何、あれ、価値出るやつ、ひょっとして。価値、な、1000万ぐらいならんかや。Thank you.
Thank you.